アイテム番号。SCP-231-7、ホヤ RE。SCP-231-1 から SCP-231-6 を参照。オブジェクトクラス。ケテル、サイト及び職員要件。オフアイブの匿名のもと、以下のホイが SCP-231-7 のファイルの初めに添付されました。すべての SCP-231-7 担当職員は2ヶ月間のオンサイト勤務の後に交代し、1ヶ月間の心理学的カウンセリングを受けなければなりません。SCP-231-7 は秘匿された場所に収容されます。すべての SCP-231 担当職員はサイト、19から目隠しをされ航空機、自動車、地下トンネル、及びを含み、それらに限定されない7つ以上の搬送方法で収容場所に搬送されます。搬送工程中に目隠しを外すことは即時の収容の理由となります。SCP-231-7 担当職員はサイト入場を許可される前に厳しい心理学的検査を受けねばなりません。個々の職員はミルグラム複重度検査で少なくとも72点を得点し、見込んであり、子を持たず、何よりも財団に対し完全な忠誠を示していなければなりません。第二軸障害に対する通常の心理学的スクリーニング検査は、当該 D クラス職員が必要に応じて処置110、門トークを実行する際要求される精神的素養を保持している限り延期されます。SCP-231-7 の境遇に共感を示す、かつ、あるいは SCP-231-7 自体を救出するかそれに共感を示す願望を表した職員は直ちに別のプロジェクトに転属されます。いかなる実際の救出の試みも即時の収容を受けます。SCP-231-7 収容チームスタッフとして勤めた職員は以上の情報を他者に漏らさないことを求められます。SCP-231-7 担当人員の名前は公的記録として記録されず、当該業務が当該人員の個人ファイルに記載されることもありません。オンサイト勤務中、SCP-231-7 担当人員は身元を隠すため統合型ボイスチェンジャー付きフルフェイスヘルメットを支給されます。オンサイトの人員は他の人員の前で当該の制服を脱いではなりません。非番の間は個人用宿舎において一人で過ごしてください。月ごとに6名の D クラス職員が処置110、門トーク実行のため SCP-231-7 担当となります。暴力的な犯罪者は110、門トーク実行中の不慮の死の原因となる可能性があるためこの目的には用いられません。特別収容プロトコル。度重なる脱走と自殺の試みに続き、また SCP-231-1 から6の封じ込め失敗に基づき、SCP-231-7 の封じ込めは以下のように改定されました。SCP-231 は防音された有機房に収容され、そこに処置110、門トーク担当の6名の D クラス職員用有機房が隣接しています。いかなる時でもカメラで房を隅々まで監視し、そのために24時間体制で人員が配置されなければなりません。不具合を起こした監視設備は心理学的に選別された人員により直ちに交換されます。扉の鍵は時期的に施錠されており、制御兼監視施設からの積極的な操作でのみ解放できます。これには主要有機房と6名の D クラス職員の有機房をつなぐすべての扉が含まれます。SCP-231-7 は処置110、門トーク実施のため以外いかなる時も常に病院用寝台に拘束されます。積極補水が点滴静脈注射により行われます。給仕配置に2度ヒポクラテスの誓いを行っていない認可された医療職員により栄養管を通じて行われます。いかなる状況においても催眠剤、麻酔剤、その他認可されていない薬物は SCP-231-7 に投与されません。処置110、門トークは少なくとも24時間に1度 D クラス職員によって実施されます。処置110、門トークの実施中、少なくとも1名のセキュリティクリアランス4、231人員は処置を随時監視しなければなりませんが、SCP-231-7 の声があまりに悲惨であれば音声を切っても構いません。処置後、すべての D クラス職員は自身の有機房に戻らねばならず、さもなければ首輪の爆弾が爆破されます。においてオフアイブの命令によりデータ削除済み、情報は極秘文書231-110、門トークに移転済み。231-110、門トークへのアクセスはセキュリティクリアランス4、231を保持する職員のみに制限。説明、SCP-231-7 は、人女性で年齢は、から、
の間の年齢であり、データ削除済み。SCP-231-1 から7は、州でキルドレン OF テスカーレトキング、陰王の子供たち。と名乗る組織が所有する倉庫を警察が襲撃した際に回収されました。新聞発行の記事、警察セックスカルトを襲撃、7人を救出、を参照。救出から24時間後、SCP-231-1 本名は陣痛を起こし、3分後 SCP を出産、事案を引き起こし確認されるだけで、名を超える犠牲者が出ました。財団職員はすぐに残りの SCP-231-2 から231-7を回収し、カルトから回収したノートに基づき今後の事案を防ぐために処置110、門トークを制定しました。ホイ 231-A 現在の SCP-231 たちの状態。SCP-231-1 死亡。初期の回収作戦中 SCP を出産中に殺害される。さらなる詳細は事案 231-α 死傷者報告を参照。SCP-231-2 死亡。2番目の SCP である胎児を摘出する試みの中殺害され、即時の事案となった。さらなる詳細は事案231ブラボー死傷者報告を参照。SCP-231-3 死亡。初期110、門トークの実施に伴う長期の苦悩の後に自己終了した。SCP は直ちに事案に発展。さらなる詳細は事案231チャーリー死傷者報告を参照。SCP-231-4 死亡。SCP-500 の投与が試みられた。SCP の痕跡を体内からすべて排出することに成功するが、排出された残骸は直ちに事案に発展。SCP-231-4 自身を含む多数の犠牲者を出す。さらなる詳細は事案231デルタ死傷者報告を参照。SCP-231-5 死亡。初期110、門トークに失敗した結果 SCP-231-5 は1時間後に SCP を出産し、事案に発展。さらなる詳細は事案231エコー死傷者報告とサイト231アレフ崩壊記録を参照。第2の初期110、門トーク失敗の可能性を最小化するため、D クラス職員の雇用プロファイルを改定。SCP-231-6 死亡。エージェントに補助及び強査され脱出を試みる最中に殺害された。は SCP-231 への長期にわたる暴露で高いストレスレベルを示しており、不法に SCP、編集済み、を取得し当該武器を用いて SCP-231-6 と SCP-231-7 の救出を試みた。エージェントは発生した銃撃戦で殺害されたが、はぐれた弾丸が SCP-231-6 の収容につながった。SCP-231-6 の胎児である SCP は事案に発展。この事態に倣い、オフアイブレベル職員は職員方針の改定を満場一致で決定。さらなる詳細は事案231、フォックストロット死傷者報告を参照。SCP-231-7現在、SCP-231-7 は成功率2サイト、で収容中。ホイ 231-B、オフアイブ、からの新書。親愛なる諸君。最近、SCP-231 に関する噂を耳にしました。スタッフの士気低下を鑑み、私は蔓延している噂のいくつかに対して申し述べることに決めました。はい、初期110、門トークは皆さんもお聞きの通りとても悲惨であり、それゆえに D クラス職員のみが実施することを認可されています。はい、実際に初期には暴力的、編集済み、も含まれています。いいえ、SCP-231 への割り当ては財団に対する忠誠心、あなたたちのへの傾向、その他いかなるものをも試験することを意図したものではありません。いいえ、SCP-231 は処罰のための特別任務ではありません。はい、SCP-231 の担当は自ら申し出たスタッフを移動させています。いいえ、SCP-231 で働く職員すべてがプロジェクトを離れる際に終了されるわけではありません。はい、SCP-231 に割り当てられた職員はプロジェクトを離れるにあたって自身の申し出があればクラス A 記憶処理を受けられます。はい、その後欺瞞記憶が埋め込まれます。いいえ、記憶を取り戻すあるいは欺瞞記憶を検出すると思われている方法は機能しません。はい、諸君のうちいくらかは SCP-231 で働きまたそのことを覚えていません。いいえ、SCP-231-7 の保護は諦めていませんが、その種の研究は細心の注意を払いなされねばなりません。
各々の SCP に続く事案の威力の高まりに基づき、SCP-231-7 の事案は XK クラスの世界崩壊シナリオに繋がる可能性が非常に高いです。この情報はカルト信者たちのノートに裏付けられています。文書、7人の花嫁、7つの封印、SCP-231、付録 B 参照。いいえ、哀れな少女を悲惨な状況から解放するという選択肢はありません。彼女への薬物投与もです。処置110、モントークが機能するためには彼女が何が起こっているか理解している必要があります。最後の覚書として、財団の仕事をなすために我々は極めて不愉快なことを数多く行っていますが、犠牲を払って実行する価値は十分あります。SCP-231 の収容は最も危険な任務の一つと言えるでしょうが、それは自分自身に危険が及ぶため、SCP-682 のように、ではなく、我々の決意がくじけてしまう。無実の者の苦しみへの共感ゆえに我々の守りを弱めてしまう、あるいは我々が怪物的行いを通じて自身を怪物としてしまうからです。ただあなたの仕事をし、そして道徳心が萎えることを防いでください。警部、オフアイブ。ホイ 231C、更新。最近、231-7 の処置110、モントークに対する情動反応が薄れているようであり、当該手順の適正な実行にもかかわらず、SCP が事案に発展する可能性が高まっている。二つの選択肢が提唱されている。1処置110、モントークより高い情動反応を与える新しい封じ込め手順の開発。2SCP-231-7 にクラス A 記憶処理を施し、基準情動反応状態に戻せるようにする。当該記憶処理は記憶の消去後、処置110、モントークの実行の間に高い情動状態を維持するために実施される。助言を求む。博士。ホイ 231-D、決定。次の可能な機会に選択2を実行のこと。オフアイブ。ホイ 231E、余波。選択2を実行。SCP-231-7 の情動状態は完全に復旧。博士は高い情動ストレスにより自殺。処置の有効性の分析を続ける。博士。ホイ 231F、処置の有効性の継続的分析。いくらかの分析後、私は処置110、モントークの度に記憶処理を施す必要がないと判断した。実際、薬物の再導入をいくらか遅らせると以前より良い。231-7 の情動反応の分析から、処置110、モントークの効率は3回目と4回目の実行の間にピークを示すようである。処置への慣れが効率を低下させる前に、何が行われるのか知っていることの恐怖心が情動反応を高めるようだ。私は処置110、モントーク中にクラス A 記憶処理を週に一度実施することを勧告する。スケジュールは対応したものに修正されている。博士。